未知の舞台 IMP が中国で挑む新たなる試練。ファン必見の驚きの舞台裏とは今度は4月21日日曜日にストロベリーミュージックフェスティバルに出演します。中国の生徒に到着した IMP。今度は4月21日日曜日にストロベリーミュージックフェスティバルに出演します。これまでの経緯は リハーサルに行くことだけです。彼らのインスタグラムのコメント欄は、ファンからの祝福や応援のメッセージで溢れています。雨の天候にもかかわらず、ファンは彼らの安全を祈っています。このエキサイティングな時期に IMP の一員であることに感謝し、彼らの海外での初めてのフェスティバルを心から楽しみにしています。IMP のメンバーがリハーサルに向かう様子や現地の風景を共有する公式アカウントの投稿はファンにとって心強く興奮を高めるものです。彼らのエネルギッシュな姿やリラックスした笑顔はファンにとって魅力的で励みになります。リハーサル中の彼らの様子やフェスティバル当日の舞台裏に対する好奇心が高まります。しかし舞台裏の楽しい瞬間だけでなく 彼らの成功への期待と緊張も共有されます。ファンは彼らの安全を祈りながら、初めての海外フェスティバルでのパフォーマンスにエールを送ります。彼らの個性豊かな魅力とグループとしての強固な結束によって、IMP は世界中のファンを魅了し続けています。IMP の海外での活動は、彼らが世界中で愛されていることを示しています。 彼らのファンは彼らのパフォーマンスが大成功することを願っており、日本からも彼らに力を送っています。また彼らの健康と安全を心配し、パフォーマンス中の怪我やトラブルを避けることを祈っています。中国の生徒でのフェスティバルへの参加は IMP のキャリアの中でも特別な瞬間の一つです。彼らの音楽とパフォーマンスは、 国境を越えてファンの心をつかみ、彼らの熱狂的なサポーターが世界中にいることを証明しています。中国からの応援、本当に嬉しいですね。無事に到着できたことを報告する投稿に寄せられたたくさんのコメント、心から感謝します。雨模様の中での到着だったようですが、皆さんの応援のおかげで、明日のお天気が良くなることを願っています。さて、 初めての海外フェスティバルへの参加は、緊張と興奮が入り混じることでしょう。しかし、私たちは IMP として、自信を持って舞台に立ち、素晴らしいパフォーマンスをお届けします。そして、そのパフォーマンスを通じて、世界中のファンの心をつかむことができるよう努めます。このような素晴らしい機会を与えてくださり、本当にありがとうございます。 皆さんの温かい応援が私たちの力となります。どうかこれからのリハーサルや本番に向けて心身ともに万全の状態で挑みます。そして今回の中国への訪問は私たちにとって新たな経験となるでしょう。中国のファンの皆さんとの交流を楽しみにしています。これからも世界中のファンの皆さんとのつながりを大切にしていきます。 中国の大地に足を踏み入れた瞬間、興奮が止まりませんでした。初めての海外フェスティバルへの挑戦、新たな環境でのパフォーマンスに心は踊ります。リハーサルに向かう道中、何度も胸が高鳴りました。新しい舞台での魅力的なパフォーマンス、心を込めて楽しんでください。日本から応援の声が届いています。 みんなが私たちの成長を見守ってくれること、本当にありがたいです。そして、これまでの努力や練習が、この舞台で花開く瞬間がやってくることに、感謝の気持ちでいっぱいです。ただ、一つだけ不安なことがあります。天気です。天候が不安定なことは、フェスティバルの成功に影響を与えるかもしれません。しかし、私たちは晴れの日を信じて、 前向きに準備を進めています。太陽が微笑むように願っています。また、このイベントが初めての海外フェスティバルであることから、新たな挑戦や経験が待ち受けています。しかし、私たちの心は強く、7人全員が一つの目標に向かって団結しています。個性豊かなメンバーが一丸となって、IMP の魅力を最大限に引き出します。 今回の旅で中国の文化や風習を身近に感じることができるかもしれません。新しい経験に心を開いて貴重な思い出を作りましょう。そして戻ってきたらその貴重な体験をみんなにシェアしましょう。リハーサル中も私たちはみんなの声援を感じています。あなたたちの応援が私たちの力になります。リハーサルが終わった後、 笑顔で皆さんに会えることを楽しみにしています。この海外フェスティバルの舞台で私たちのパフォーマンスがきっと光り輝くことでしょう。それを信じて最高のパフォーマンスをお届けできるように頑張ります。そして応援の声が遠くから届きます。日本からたくさんのエールが届いています。皆さん本当にありがとうございます。心強いです。 特に IMP のメンバーそれぞれの個性が私たちを力づけてくれます。そうですね。私たちは IMP として全てを捧げて臨みます。この場を借りて皆様にお伝えしたいことがあります。IMP のパフォーマンスを通じて私たちの音楽が皆さんの心に届きますように。しかし、心配なこともあります。 長旅の疲れがたまっているかもしれません。でも、リハーサルは大切です。この瞬間を大切にし、準備を整えます。そして、皆さんの声援が届けば、私たちは、ますます強くなります。このフェスが、私たちと皆さんとの絆を深める素晴らしい機会になることを願っています。お知らせをしたいことがあります。 レポートを楽しみにしていただけるとのこと、本当に嬉しいです。私たちのパフォーマンスや現地の様子をお伝えできることを心から感謝しています。そしてお土産話もお楽しみに。私たちの音楽がさらなる絆を紡ぎ、思い出を共有できることを願っています。日本のファンの皆さんにも感謝の気持ちを伝えたいです。 遠く離れた場所からでも温かい応援を送ってくださり本当にありがとうございます。私たちのパフォーマンスが皆さんの心に届くことを願っています。明日の素晴らしいパフォーマンスに向けてリハーサルを頑張ります。これからも IMP の活動にご期待ください。また興味深いトピックや質問がありましたらお気軽にシェアしてくださいね。 皆さんとの交流を楽しみにしています。最後に IMP のメンバーには自分たちの健康と安全に注意を払い、パフォーマンス中に楽しんでください。彼らのファンは彼らの帰国を待ち望んでおり、次の冒険に向けて彼らを応援しています。